今回はハイパフォーマー思考という本を読みましたので紹介させていただきます。第1章、星を捉える。セミナー1-1、部門の新設の提案。より上位の遠いに遡る。相手の比較対象を意識する。ダイエットの公用。1-2、濃いお茶ブームでの誤算。何が売れているかよりなぜ売れているかが大事。 一人注目すればことが見えてくる。良い体験を売るビジネス。ことづくりのハードルを超える。1-3。復旧休校手術用の切開器具。IDEO 社のリフレーミングの成功例。米国のペット救済グループの企策。ある材料メーカーの成功商談。1-4。げ剃りの顧客ニーズ。 物、ものことのはしご。ひげすりの物の、ことのはしご。1-5、ビジョンを描く。VBC で常に起こった未来をありありと描く。ビジュアル化で情報包括力が高まる。イメージできれば実現できる。地域貢献型、フラワーショップスタジオ。第2章、ヘリに注目する。2-1、 戦闘の V 字回復に向けた調査。未開顧客に目を向けたトカチバース。越境顧客に注意を向ける。潜在不満顧客。声なき不満に応えたアキレスの俊足。未開の顧客。一言で購入率を飛躍させた教材販売会社。顧客の顧客。地域内連携で新しい価値を生み出したクリーニング会社。 2の2、2中古品ビジネスの利用者開拓。関連商品に着眼する。関連サービスに目を向け利用者を増やした買取王子。レストランガイドまで作ってしまったミシュラン。代替材を甘く見ない。小さな兆しへの感度を高める。業界の切り取り方を変えてみる。仮想的の攻め方を妄想する。 2の3、プロスポーツリーグの戦績と収益性。平均の引力に負けない。身近な良き逸脱者に目を向ける。2の4、マスキング、マスキングテープの信用と、霊界は大きなブレイクスルーの鉱脈。アノマリーから新市場を切り開いたカモイ加工紙、アノマリー活用の2つのパターン。アノマリーシンキング。 アノマリーをてこにした発想視野の拡大。コラム。アノマリーシンキングの思考プロセス、マスキングテープ。2の5。新しい英語レッスンコース。雪だるまをしゃぶり尽くす。1を見て10を渡す思考法で、大抵的かつ自由に。第3章。つながりを読み解く。3の1。ジーンズショップの売上低迷。コラム。 プロセス思考により購入のボトルネックを解消。3-2人材教育コンサルタントの提案。3-3子供用ピクニックの企画。3-4売上不振のカフェ。中堅部品メーカー E 社がハマっている分ける思考の落とし穴。つながりを意識すれば全体が見えてくる。悪循環を助長しているメンタルモデルを炙り出す。3-5 教育犯罪多発地域の警察署長。公衆益企業、広瀬電機のグッドサイクル。風が吹けばお家屋が儲ける式つながる思考で視野を広げる。終わりに。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。